ルーツィクは、ウクライナのボルイーニ州ルーツィク地区にある都市。ボルイーニ州の州庁所在地である。スティール川の河市に位置する。都市の高さは、海抜181メートルである。面積は41.6キロ平方メートル。人口は21万1964人。人口密度は5095.3人。軽平方メートル。ルーツィクは1000年に創建された。 1432年に自治権を獲得した。1085年に市政施行された。市内ではルーツ区ク駅がある。首都キエフまでの直線距離は 370km であるが鉄道で 469km、車道で 388km となっている。ルーツ区クの日は8月の第3の日曜日となっている。由来は不明。弓の町か。 ルーカの街を意味していると言われる。弓は市内の北西の境を決めるスティール川の湾曲線のことである。ルーカは古代における現地の東、スラブ族の一つ、ドゥリーーヴ族の東領の名である。ルーチクはボルイーニ州の東南部に位置する。北と西ではスティール川、南はフルーシェズ川が流れているが、東は湿地が広がっている。 2001年のウクライナ国勢調査、ありがとうございます。